上田盆地の地形使用た平は、長野県東新地方の上田盆地の筑熊川左岸に、ある貸し団球である、新州の鎌倉の異名を持つ。平安時代に、小さ型軍演に教が県春門院に寄進され、安永4年に最小公院寮演殿僧が成立した。最小公院が消失すると、カ六二2年に、京王五国寺領となった。自称、 呪衛の乱における横田瓦の戦いでは、将官の塩田八郎高光が、木曽義仲のもとに参陣した。鎌倉時代には、幕府により、島津忠久が、児童に部任されるが、比企義和の変に連座し、北条氏の所領となった。北条義政に始まる、縁伝流北条氏が縁伝城を居城とし、鎌倉仏教や禅宗文化が栄えたことで、新州の学会と呼ばれるようになった。 室町時代には、足利高氏に属して、新田義貞と交戦した村上信貞に安堵されたが、天文22年、村上の力を破った武田氏の支配地となった。その後は、天正神後の乱後の天正11年に、小さ型軍を統一した真田正幸の所領となり、江戸時代には、潮田三万国と称される、上田藩の国葬地帯となった。 千曲川の支流である浦の川と山川の河し岸球と低い丘によって形成された平坦地でかつて湖であったものが浦の川や山川によって埋め立てられたものと考えられている。塩田平は年間降水量900ミリメートルと全国有数の雨の少ない地域であり、工作地は浦の川や山川の河し岸球の上にあるため江戸時代より 塩田平3万国と言われる900ヘクタールの水田に大小を合わせて100カ所のため池を作り、灌漑に使用してきた。2010年3月25日に塩田平のため池群として、農林水産省のため池100選に選定された。塩田平には、自然環境が明け身で、遊歩1 0 0選、美しい日本の歩きたくなる道500選に選ばれている。白鳥や、マダラヤンマ、 ハスや芝桜の名所となっている池などが数多くあり、住民の憩いの場として親しまれている。塩田平には、ため池にまつわる民話が数多く残されており、民話に関する催しが開かれている。塩田流北条氏の拠点として栄えたこともあり、鎌倉時代から室町時代にかけての中世の文化財が、これほど固まって残されているところは珍しい。別所温泉の歴史。 上田地域地区間川自然電子図鑑、塩田平のため池群農林水産省ため池百、千間だらやんま小諸市、塩田平のため池の伝説、塩田平のため池の歴史。ありがとうございます。